はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介しますのは、本日はちょっとお菓子の紹介したいと思います。はい、2月の23日今日発売ですね、エンゼルパイですね。はい、ミクさんのエンゼルパイです。以前ですね、昔といっても去年ぐらいかなに、お菓子の選挙みたいなのやってたんですね。で、それで森永さんの、その選挙の公約が、1位になったら、ミクさんと一緒に、コラボ菓子を作るみたいな感じのであったんですね。まあ残念ながら惜しくも2位だったんですけども、ファンの皆さんとね、それから森永さんの、熱い熱意が、これを実現可能にしたそうです。はい。まあとりあえずおめでとうございます。お菓子を紹介するのは久しぶりかな、うん、だよね。うん、ちょっとお久しぶりな気がします。はい、それじゃあ早速開けていきましょう。ちょっとごめんね。はい、まず外箱なんですけれども、外箱はまあこんな感じに、エンゼルパイで、ミクさんと、それからエンゼルちゃんだったかな。はい、なんか若干姿形がですね、トモエマミさんにちょっと似てますよね。僕だけでしょうか。はい、で横面こんな感じで、裏面がこんな感じ。はい、で、上の面と、下の面ですね。はい、まあ特に特別な柄とかそんなんじゃないんですけども、ミクさんがいて、エンゼルちゃんがいて、で箱のパッケージの色は、まあ、ミクさんのカラーと。はい、どうやら初音ミクのメロン、クリームマシュマロ味、あ、クリームマシュマロだそうです。はい、前後は全部で8個入っているようなので、まあ、ちょっと開けてみましょう。はい、開けるとまあこんな感じでですね、いくつか入ってるね、あ、まあ、箱は入ってるんですけども、梱包の袋ですね、袋もなんかちょっと特殊な形。はい、まあ、こんな感じで、あー、なるほど、サンキューって書いてありますね。はい、じゃあ早速ちょっと開けてみましょう。ビリビリと、あー、すごい、開けた時のメロンの匂いがすごいですね。はい、開けると中にはこんな感じに、パイが入ってますね。じゃあちょっといただきます。うん、うん、あー、なるほど。はいはい、断面こんな感じなんですけど、中に入ってるこのクリームというか、まあそれがすごいもちもちしてて、噛んだ瞬間にそうですね、メロンシャーベットがすぐ脳裏をよぎりましたね。はい、そんな感じのメロンの味がします。で、その後に普通のエンゼルパイの味がこうガッときて、いい感じにマッチしますね。あ、これ美味しいかもしれない。へー、あー、なるほど。うん、普通に美味しいです。はい、メロン好きの方とか、これはいいかもしれませんね。本当にこうガッとメロンが来るんで、開けた瞬間もうメロンの味、匂いが、香りがすごいしたんで、これはメロン好きの方にはすごいいいと思います。へー、美味しいわ、普通に。コンビニとかで売ってるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、お値段の方はですね、ローソンで買ってきたんですけども、188円なんで189円かな。はい、1個189円ですね。200円ぐらいなんで、ぜひ買ってみてください。ちなみに消費税で39円でした。ジュースも一緒に買ったんですけどね。消費税で39円、嬉しいです。はい、まあそういうことでした。あとですね、もう一つありまして、これ箱に書いてあるんですけども、エンゼルパイイメージミク&エンゼルパイちゃんとエンゼルパイちゃんと一緒に写真が撮れるということで、ちょっとホームページの方を覗いてみましょう。行くよ、ミク。はーい。はい、というわけで飛んできました。こちらがですね、エンゼルパイイメージミクちゃんと、それからエンゼルパイちゃんの、MMD モデルの配信のページですね。はい、 MMD モデル皆さんご存知でしょうか。ニコニコ動画なんかでね、たまに出てくるんですけども、ミクミクダンスの、ソフトウェアですね。はい、エンゼルパイと初音ミクがコラボレーション、エンゼルパイちゃんとエンゼルパイをイメージした初音ミクの MMD モデルをここだけ&期間限定で特別配信中ということで、こちらの方の、URL は動画のね、説明欄のところに貼っておきますので、そうですね、 MMD とかね、動かしたいという方ぜひちょっとチェックしてみてください。はい、
エンゼルパイのエンゼルパイイメージミクと、それからエンゼルパイちゃんと、それからアクセサリーとしてエンゼルパイも入ってるんだそうです。はい。それからエンゼルパイイメージミクとエンゼルパイちゃんモデル、それぞれにヘッドセット毛布が内蔵されてるそうです。はい。なるほど。よくできてますね。僕はまだ MMD 一回も壊したことないんですけどね。はい。はい。まあ、とりあえずこんな感じで MMD もありますということで。はい。で、こちらがですね、先ほど箱に書いてあったなりきりフォトコンテストですね。はい。初音ミクメロアンジエンゼルパイを購入するとダウンロードできるフォトフレームを使って、なりきりフォトを使って投稿しようということで、応募期間は5月の31日の24時までということで、はい。神級最優秀賞が、ミニエンゼルパイ40箱。特別デザインクオカードの500円分ですね。はい。で、天使級優勝賞が、ミニエンゼルパイ10箱、それから特別デザインのクオカードが500円分だそうです。はい。君負けずにやってみようということで、可愛いですよね。はい。なんかこれだけ見てると、なんだろうな、なんかどっかで見たことあるんですよね。なんだろう。プリキュアじゃないな。なんだろう。なんかほら、虫キングとか、ああいう、カード出す系のゲームとかで、なんか、女の子向けのゲームでなんかあった気がするんですよね。ちょっと名前忘れちゃったな。で、それでですね、こちらの参加方法は、カフェアプリをダウンロードして差し上げてね、ということで、Google Play か、それから App Store、どちらでもできるみたいですね。はい。で、できたら Twitter でつぶやくみたいな感じで。なるほど。で、Twitter ではもうすでに上げられてるようですね。はい。まあ、こんな感じで、はい。でですね、公式プロモーションビデオなんかも上がってるそうですね。ニコニコ動画、YouTube。はい、どちらでもできてるそうです。ということで、興味ある方、ぜひチェックしてみてください。ちょっとアプリダウンロードしてみましょうか。ちょっとやってみますね。できるかな？はい、というわけで、再び現実世界に戻ってきました。こちらの方にですね、こちらの僕の Android にちょっと入れたんですけども、How to use があったんで、ちょっと読んでみましょう。このアプリのスキャンボタンを押して、対象商品、をスキャンすると、縦長方向をスキャンすると、なるほど、商品パッケージの開け口を開けたところに印字されたキーコードを入力するとオリジナルフォトフレームがもらえるだそうです。なるほどね。で、フォトコンテンツも開催中と。なるほど。じゃあちょっとやってみましょうか。はい。スキャン、これだね。どうやらですね、全4種類ありまして、僕はそれに気づかず、とりあえず2種類だけ買ってきたようです。はい。絵柄同じのを選ばなくてよかった。じゃあちょっとやってみましょう。なるほど。もうこれの時点で読み込むんですね。あ、すごいすごい。じゃあちょっとキーコード入力しますね。ああ、なるほど。ああ、はいはいはい。こんな感じのものが出てきました。面白い。これは面白いですね。なるほどなるほど。ボフ、どうしようかな。どう写真を撮ろう。ここの部分で、下のボタンを押して、セーブかアンドゥセーブ。はい、ちょっとコレクションの方見てみたんですけども、こちらの方が追加されましたね。これ2番だそうです。なるほど。じゃあちょっとこっちの方もスキャンしてみましょう。あまりこういうのってやらないからな。はい、キーコードを入力してね、ということで。でですね、キーコードには必ず一番下の桁がですね、ミクになっているそうです。なんかまた変なのが出てきましたね。これはなんだ？これは頭の部分ですね。ミクちゃんとエンゼルパイちゃんの髪型が出てきましたね。あー、なるほどね。これはどう使えばいい？あ、一応ズームもできるんですね。あー、なるほどね。じゃあこれを、そうだな、フィグマのミクちゃんとかどうかな。ちょっとごめんね。合わせて写真を撮ってみる。はい、まあこんな感じに撮れました。なんかこう難しいですね。カメラの画質がちょっと悪いのもあるんですけども、なかなか難しいんですけども、これはこれで面白いと思います。はい、あとでもう2箱分別の買ってきて、ちょっとスキャンデータ見てみようと思います。はい、とりあえず情報としては、ちょっとごめんね。この2人が写ってるのが、
これですね、このミクちゃんがブフってやってるやつが手に入ります。はい、で、こちらの方ですね、こちらの2人なんか目合わせてるのが、2人の髪型が手に入りますね。はい、なるほどね。あの、まあ、うん、なかなか面白かったと思います。はい。興味ある方はぜひちょっと挑戦してみてください。はい、スーパーかどうかでちょっと売ってるかどうかまだ確認してないんですけども、コンビニで売ってるのを確認しましたので、そうですね、まあ、エンゼルパイが好きな方でも、ミクさんが好きな方でも、どちらも、ちょっとチェックしてみてください。はい、というわけで、初ミクエンゼルパイの紹介でした。紹介者のバシーとミクでした。はい、またね、またね。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシュアートミクチャンネルをお願いします。